ボートレース福岡東日本大震災被災地遠競走競艇マクール杯シリーズの4日目予選のラストカードを迎えています。福岡選抜第12レース1番福岡の国崎義晴、2番福井の金子隆、3番福岡の大塚信之、4番兵庫の渡美樹、5番福岡江崎和夫、6番愛知の吉田健太郎です。このカードは3番の大塚、4番の渡りが1着条件、他4名は無事故完走条件です。またスーパールーキー5番の江崎はここ1着ならば準優勝戦の白い勝負服が見えるという状況、現状でも脅威です。さあコース取り、1コースは1番の国崎義晴、前半レース待望の初勝利、ここ陰線は連勝のチャンス。2コースに2番の金子隆、3コースに3番の大塚信之です。4コース4番の渡美樹、5コースに6番の吉田健太郎、最アウト6コースに5番の江崎和夫、デビュー節から2場所連続の予選突破へはすでに無事故完走条件、さらなる高めに挑戦です。体型は3対3、福岡選抜第12レースインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番の並び。スタートしました。好スタートは6番吉田に5番の江崎、1番の国崎も出てきます。一周一マーク、逃げる1番の国崎義晴、まくり出そうとした6番吉田は入れない。2番5番と相次いでバック側へ抜けています。1番の国崎が先頭、スタートは前提正常でした。先頭1番の国崎を追いかける5番の江崎、2番の金子、1周の2マーク、トップターン1番の国崎の外強襲してきました。5番の江崎和夫、これはちょっと流れています。先頭は1番の国崎、1番国崎義晴が先頭、2番手の位置、2番の金子対5番の江崎、5番2番の接戦で2周1マーク、トップターンは1番の国崎義晴です。そして2番の金子が回って刺した5番の江崎和夫、2番手は接戦、2番の金子隆対5番の江崎和夫です。先頭はリードを取っています。1番の国崎義晴、2周にマークをトップターン、そして5番の江崎が回っていきます。続いて内から2番の金子隆、2番手は2番の金子が一歩リードを取った状態、食い下がる5番の江崎、その後方は6番の吉田、3番の大塚、4番の渡りとなっています。最終の1マーク、トップターンは1番の国崎、つけ回った5番の江崎和を踏ん張る2番の金子隆、2番手は2番の金子、2番の金子がしのいだ状態ですが、なおも食い下がっている5番の江崎和を一定審査で追走、ラストターンマークの旋回。先頭は本日連勝へ向かって1番の国崎義晴、そして2番の金子、ラスト強襲、5番の江崎和を豪快に握ってきます。踏ん張る2番の金子、2番手は接戦です。まもなくゴール、先頭1番五輪、2番5番の順でゴールインです。6番五輪、3番五輪、ラスト4番五輪、以上全体ゴールインしました。第12レースの確定は1着1番、2着2番、3着5番、以上でした。